ビービー・ハーヌム・モスクは、ウズベキスタンのサマルカンドにあるモスクである。モスクの名前は14世紀にサマルカンドを支配したティムールの妻の名前より取られている。1905年から1915年までの間に、カラー写真の先駆者であったセルゲー、プロクジンゴルスキーにより撮影された写真、1897年の地震によるモスクの崩壊の跡が見られる。 ゴルスキーにより撮影された当時のモスクの外壁外壁は高さ167メートル、幅109メートルである。モスクのクーポラの高さは40メートルであり、入り口部分の高さは35メートルである。中庭には大理石による大規模なクルアーンのスタンドがある。モスクの屋根はインドから運ばれたという480本の石柱によって支えられている。 モスクのドーム部分の高さは40メートルに達する。モスクのミナレット・ティムールによるインド遠征後の1398年、フィールーズ、シャートグルクがデリーに建てたモスクであるフィールーズ、シャーコトラに感動した彼は新たに首都と定めたサマルカンドに大規模なモスクの建設を命じた。モスクはインド征服の際に持ち帰った奇跡を使用して建設された。 ティムール朝時代にこの地を訪れ後に、中央アジア旅行記を表したイベリア半島のカスティラ王国から施設として訪れた騎士であるルイ・ゴンザレスでクラビホによると、モスク建設に使用する奇跡を運ぶために98頭の像を使用し、ティムール本人の立ち会いのもとモスクは1404年から1405年の間に完成したとされている。しかし、ティムールは、 入り口の門のイーワーンの高さが気に入らず、直ちに建て直しを命じた。ティムールの死後、モスクは次第に使用されなくなり、何世紀もの後に枠だけて廃墟と化していた。この原因としては、当時の技術からすると急速な造成を行ったためだとされている。1897年に起きた地震によりモスクは部分的にではあるが崩壊した。1974年、 ウズベクソビエット社会主義共和国政府は、モスクの再建を始めた。しかし現在のモスクは事実上新しく造成されたモスクであり、以前のモスクの跡は残っていない。一方、ビービーハーノムモスクの付近で開催されている、シオブバザールは600年前に、以前のモスクが建設された当時と全く変わらない、賑わいを見せている。10、ザーシット・ディバーレン、ビビクスニムクワイサーシー。 多種検討1991ありがとうございます。